はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はい、こちらの富岡たちをねちょっとね見ていきましょう。はい、4月になっちゃいましたがね、はい、3月に、ね、手に入れたね富岡たちです。いやーちょっとね遅くなっちゃいましたね。まずねこれ左の方が、これがイオンの限定の富岡ですね。これねちょっと旅行行ってて、実際店舗で購入することができなかったんで通販で購入しておりました。で真ん中が、これがね日本の伝統コレクション、今回はこちらねボリューム8の日産リーフの桜デザイン仕様ね。もう春真っ盛りね、皆様お花見行かれましたでしょうか。まあこれからっていう多いでしょうね。で右端こちらね、またご縁がございまして、巷で話題の仙台市営バスです。まあこちらねありがたくね本当ご縁がありましてね手にすることができたんで、今回ねこちらの、3種のねトミカをねちょっと見ていきたいと思います。じゃあどっから行きましょうか。とりあえずまずイオンからいきますかね。イオンからね。さあさあそれではね参りましょう。こちらですね、今回のイオンの車両がちょっとまあ遅くなっちゃったんですけども、どこのパトカーでしたっけ。まあ海外のまあパトカー仕様だったと思うんですけど、なんだっけ、 CX5 でしたっけ、なんかそのあたりの車両だったと思いますが、オンラインの、ね、サイトで購入しております。ちょっと息子のね誕生日旅行行かないといけなかったんでね、よいしょ。さあさあさあそれでは行きましょうか。全然 CX5 でも何でもなかった、これ XC60 ですね。さあさあさあそれではちょっとね行きましょう。はい、こちらねまあまあご覧の通り予備とかを含めて3つ今回は購入しておりますが、さあ改めましてね行ってみたいと思います。今回はねまず1つ目、イオンのねオリジナルトミカナンバー67番のボルボ XC60 ですね。こちらスウェーデン警察署。さあさあそれね見ていきましょうね。はい、イオンさんお得意のね海外警察署、今回はスウェーデン警察ということで、また今回もね人気ある車両になってるんじゃないかなと思います。でまあパッケージはねざっくりと全体ははいこうなってますね。まあいつものイオンのねトミカですね。さあさあそれでは開けていきましょうか。よいしょ。ではではどんな出来になってるか楽しんでいきましょう。ちょっと1週間ぐらい遅くなっちゃったんですけどね。よし、さあさあそれでは、おなかなか今回もねいいんじゃないですかね。おスウェーデンではこんなデザインのねパトカーが走ってますね。さあさあそれではね行きましょう。まずね全体はザザッとねざっくりとはいこんな感じになっておりまして、まあ、今回もねもうほんとパッと見の印象はあれですよね、海外の警察っていう感じですね。もう語彙力なくてすいませんけどもね、まあ、このブルーのね回転灯といいね、ほんと海外の警察っていう感じしますね。で今回の車両は XC60 ということで、まあ、トミカの作り的にはフロントの部分ね、はい、まずはねこんな感じになってます。ヘッドライトはシルバーの塗装仕上げですね。まあグリルね結構迫力あるんですが、こんな感じでボルボのエンブレムもね、まあ、近いとこんな感じで入ってますね。でまあ細かいとこの作りとかもバッチリですね。でボディのデザインですが、ベースのカラーはホワイトですね。ソリッドのホワイトに、まあ、ブルーとあとイエローですね、2色でデザインや文字などがこのように書かれております。でボンネットには大きくねこちらですね、まあ、英語ではないかなこれね、一応読めるんですけども、ポリスの文字はしっかりとね書かれてます。でルーフの部分にはブルーのねクリアパーツで回転灯が付けられていると。で側面横から見てみるとこんな感じになっておりまして、ピラーの部分はもう全てイエローですね。まあこんな感じで、あとポリスの文字にこちらはスウェーデン警察のマークですかね、こんな感じで書いてあります。でこちらホイールタイヤはねシルバーメッキのスポーツタイプのものになってますね。で後ろテールリア周りは、まあ、このようになっておりまして、ボルボのロゴに車両ですね、車両のロゴですね。あと右下には、これはなんて書いてあるんでしょうか。あとでちょっと、ね、大きくしか確認したいと思いますが、まあ、しっかりとプリントでね全て書かれてますね。でテールレンズは赤の塗装仕上げで、あとねこれリアガラス黒塗りなんですけども、後ろのドアの開閉ギミックねこんな感じでしっかりとね付けられておりますね。素晴らしい。で反対側の、ね、側面ですが、はいこちら側から見てみるとこのようになっておりまして、で上から見てみるとはいこんな感じです。底の部分はとはいこのようになっております。でこちらへとベースになっているのが2019年ですね、ナンバー22番のねスケーラー64分の1でボルボ XC60 です。でこちらの車両はねギミックの方ですが、サスペンションと、あと先ほども開けましたが、はい後部のドアのね開閉機能ですね、はいこんな感じでしっかりとね開けれる形になってます。まあ、ということでね、一つ目、こちらね、もうね、イオンさんお得意の海外警察ですが、今回は、ボルボ XC60 のスウェーデン警察仕様でした。ね、なかなか車両的には本当素晴らしくね、いい感じの出来だと思いますね。まあ、好みは分かれると思うんですけど、なかなかね、お気に入りの一台になりました。うん、かっこいいと思いますよ、これね。さあさあ、それではね、他の車両ね、ちょっとどんどん見ていきましょう。
さあ、それでは続いていきましょう。2つ目、こちらね、トミカで巡る日本の伝統コレクション。今回はボリューム8番ですね。ニサンリーフ桜デザイン仕様。こちらね、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、この季節にね、ふさわしいね、仕様のね、車両です。今回はニッサンリーフがベースになっておりまして、日本の伝統コレクションね、人気があるということで、まあ、ボリュームがね、拡張されておりますね。まあ、箱の感じはまあ、今までのシリーズと同じですね。で、まあ、ブックタイプになっておりまして、こんな感じで車両がね、確認できて、で、右の方には、今回のね桜のコンセプトというか、まあ、説明書きがこのように書かれています。ほんとこの3月の末4月にはふさわしいねお車両になってるんじゃないかなと、ね、さあさあさあそれでは開けていきましょうか。あの皆さんねこの動画見てる方ねひょっとするとお花見しながらなんかご覧になってる方中にはひょっとすると一人ぐらいいるかもしれないけど、なかなかこのタイミングだったらあれかな、皆さん今日トミカプレミアム出るからそれを並ばれてるかもしれないね、ひょっとするとね。まあいやでもこの時期しかねちょっとね楽しめないんで、ぜひ皆さん桜ね楽しんでみてくださいね。じゃあちょっとねお話それそうになりましたがこちら見ていきましょう。さあさあそれでね参ります。はい、まずね全体はざざっとねこんな感じ。いやまあとてもね雰囲気とってもほんといいですね。うん、すごいリーフにこのデザイン似合ってんじゃないかなと、まあ第一印象ほんとすごくそう思いましたね。なかなかまあおしゃれだ、ほんとちょっとこれ明日ぐらいお花見ね、お花見というかまあ桜の木の下でちょっとこれと一緒写真撮ろうかなと、そんなことね思わせてくれるようなね雰囲気を出してますね。まあ個人的にはね日産リーフより日産だったらね桜っていうサイルはあるじゃないですか、それでも良かったんじゃないかなとは思っちゃったりもするんですけども、桜自体はトミカ化されてないんでしたっけね、だからまあ日産リーフになったと思うんですけども、いやまあでも本当よく似合ってますね。で作り的に言うとフロント顔の部分こんな感じです。大きなねクリアパーツでヘッドライト、あとグリルのところもブルーのクリアパーツになってますね。でエンブレムはプリントになっております。でボディのベースのカラーはまあホワイトのソリッドカラーなんですが、ルーフと AA ピラーとかですね、ここはピンクになってますね。桜色です、とてもおしゃれですね。でボンネットには桜の花びらこのようにね描かれたデザインになっております。で側面も同じように、はいこんな感じで桜のね花がねいっぱいこう描かれてまして、でこのブルーは何でしょうね、これは風のこの流れかなね、まあそのような感じのデザインですけども、結構ねなんかこうちょっとこう涼しい感じもしてねおしゃれですよね。なかなかもうこの桜吹雪を感じさせるかのようなそんな感じのね落ち着いたこうデザインです。でホイールタイヤはシルバーミキのスタンダードタイプのものに。で後ろテールですが、はいこんな感じになっておりまして、テールレンズは赤と黒でこのようにね塗り分けされてますね。で真ん中にはね日産のエンブレムで、両サイドには車両名ですかね、こちらこのようにねしっかりとプリントでね書かれてます。あとで大きくしてね確認したいと思いますね。結構文字がね小さいのでね読みにくかったらすみません。でこちらの車両もリアのドアが開くとね、素晴らしいギミックとサイン。で反対側の側面ですが、はいこちら側もしっかりね桜の花花びらが描かれておりまして、本当にいいデザインですね。で上から見てみると、はいこんな感じで、底の部分はと、はいこのようになっております。でこちらベースね、もちろんナンバー93番スケールは63分の1で2017年の日産リーフです。でこの車両ねギミックの方は、サスペンション機能と、あと後部のねドアですね、はいこちら開閉機能がねしっかりとこんな感じでついてます。はい、ということで2つ目ですね、こちらね日本の伝統コレクションですが、いやなかなかもう本当にすごくねいいですね。時期にふさわしいし、でリーフにとてもよく似合ってるかなと思うんで、まあ色物の車両なんですけども、なかなかもう個人的にはおすすめしたいね、とてもねいいこうバリエーションのね車両じゃないかなと思います。これからの時期にほんとぴったりなので、気になる方もぜひこちらねちょっと近くの書店などで買ってみてください。さあさあそれでは続いての車両行ってみましょう。さあそれでは続きましてこちらね仙台市営バス、これ行ってみたいと思いますが、こちらになんかね中に入ってるシールが多分なんかミスがあったんかな、なんかそういうことを聞いてるんですけども、ちょっと別でシールいただいております。で車両自体はねこちらねあれなんですよ、僕も一応買いに行けるかなと思って応募はしてみたんですけど、抽選販売だったんですよね、1人2台までだったかな、なんか抽選販売で結構な倍率になって話題にね上がったねトミカになりますがね、非常に、まあ、個人売買感でも
もう結構な値段ね、する形で取引がされております。まあ今回僕ね、ちょっとご縁がありまして、手にすることができました。さあさあ、それでもちょっと行きましょうか。仙台のね、市営バスってね、僕前の時も、あれなんです、視聴者さんにね、ちょっとね、買ってきていただいて、で、今回もまだちょっと別の方なんですけども、まあ視聴者さんではないんですけど、ちょっと余ったということで譲っていただくことができました。ね、いやもう本当ありがとうございます。でちょっとね楽しんでいきます。こちらちょっと車両ですが、付属のシールですね。今回ちょっとなんか貴重な感じなので、ごめんなさい、シールの方ね、貼り付けの方はちょっと遠慮させていただきたいと思うんですけども、中に入ってるシールはとりあえずこの2種類ね。これこっちの方が多分ねミスがあると思うんですけど、こんな感じと、あとこっちですね。これがなんか営業所とか、エトシール、こんな感じのねデザインのねシールが入っております。いやまあこういったシールがあるから余計またこれ貴重になってくるよね。でこの何でしょうね、別でいただいたシールでどこが、間違っているのか、ね、ちょっとパッと見てそんなに違わないような気もするんですけど、どうなんでしょうか。どこが違うんでしょう。ちょっと待ってくださいね、見比べますよ、しっかりとね。ですね、今ね写真撮ってめっちゃ見比べたんですけどね、正直どれがどう違うのか分かんないんで、もしねこれ違い分かる方いらっしゃいましたら教えてください。これほんと分かんないんでね、一応これがミスでこっちが正しい方だと思うんですよ。結構ね拡大してみたんですけどね、ちょっと気づかないんで、分かる方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。ちょっととりあえずこれを大切に保管させていただきます。なのでちょっとシンプルな車両になってくるんですけど、さあさあさあ、それでね、ね仙台市営バスね、ちょっと見ていきましょう。はい、まずね全体はざざっとねざっくりと、はい、こんな感じになっております。今回の車両は三菱ふそうのエアロスターになりますね。でフロントからね見ていきますが、ちょっと方向幕ないんでね寂しいんですけども、はい、こんな感じになっておりまして、とちょっと行き先の表示がないんでねちょっと寂しいんですけども、はい、フロント顔の部分こんな感じです。まあバスのデザインは忠実に再現されてるんですかね、実車を見たことないんで何とも言えないんですけども、写真を見た感じはほんと雰囲気が出てるんじゃないかなと思います。でまあこの辺のちょっと細かいねこう文字とかねマークですね、しっかりとねプリントで書かれてますね。後で拡大してねちょっと確認したいと思います。でライト関係は全て塗装仕上げで、バンパーもシルバーの塗装です。で側面横から見てみると、はい、こんな感じになってまして、まあ、全体的な印象は非常にいいですね。でちょっと近づいてみると、はいね、細かい表記とかですね、はい、このようにしっかりと入ってますね。はい、こんな感じで後ろの方には仙台市営の文字もしっかりとね書かれてます。でホイールタイヤはスタンダードタイプのシルバーメッキですね。で後ろテールの部分ですが、はい、こちらもねしっかりとねいろいろとねちゃんとこうプリントでね書かれてまして、はい、こんな感じですね、うん、でリアバンパーはシルバーの塗装仕上げで、レンズ関係も塗装になっております。もっとこの辺のね細かいね表記とかねちゃんとプリントなんでね、なかなかいい感じじゃないかなと。で反対側のね側面ですが、はい、こちら側もこうなってまして、でちょっと近づいて見てみると、はい、こんな感じ、仙台市営の文字ですね。であとこっち非常口のねマークも入ってて、で前の方に行くとノンステップの文字とかね、しっかりとね全てプリントで書かれてます。で上から見てみると、はい、こんな感じ、ルーフのパーツは成形色ですね。で底の部分はと、はい、こんな感じになってまして、こちらベースになっているのがナンバー8万ですね。スケールが138分の1で三菱ふそうのエアロスターです。でこちらの車両ですね、まあ、サスペンションないですね。手転がしの身がしっかりとできる形になってますね。でちょっとこの今回ね本当すいません、貴重な1台なのでシールをね貼ることはちょっと予備手に入れるまで避けたいんですけども、まあ、こんな感じでね仙台市営バスね無事に手に入れることができました。まあ、本当にちょっと販売方法とかねいろいろありまして、ちょっとね高いねトミカになっているんですが、まあ、もし気になる方いらっしゃいましたらぜひねちょっとね探してみてください。ご当地バストミカがね遠いと本当大変です。はい、ということで今回はちょっとね遅くなっちゃいました、4月に入っちゃいましたが、3月のねトミカですね、ちょっと特殊なトミカ3種類ちょっと見ていきましたが、さあいかがだったでしょうか。まあどれも本当今回も素敵な車両たちになってたんじゃないかなと思います。僕この中ではねお気に入りなのは、まあ仙台バスはねもう本当普通に仙台走ってるねバスを、ね、忠実に再現されたバスなんでいいと思いますし、ねスウェーデン警察ね、これ海外警察ね、僕が好きなジャンルです。ただ日本伝統コレクション でね、僕今回この桜が一番好きかもしれない。それぐらいねなんか時期的にも合ってるし、でデザインとかも本当にねなんかちょっと落ち着いた感じでね、本当に日本らしいね一台になってるんじゃないかなと思いますんで、まあ、こちらで多分ね
まだ売ってると思いますんで、気になる方はぜひね買ってみてください。まあこんな感じで特殊ドミカ関係ね、あの今月もねまたちょっといろいろとね出るみたいなので、またあのちょっと別でね喋らせていただきたいと思いますがね、ちょっとお買い逃しのないようにね気をつけてね、皆さんね頑張って手に入れてみてください。あと忘れてはいけないのは、今日はトミカプレミアムの発売日ですね。シビックの発売日なんで、忘れている方はちょっとねあのね気をつけてね、トミカプレミアムにね買いに行ってきてください。まあということで、はい、今回はこの辺りで締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どうぞお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近の話題に詳しくのところでね、そちら限定のね動画配信してるので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご視聴ありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう、さよなら、バイバイ。